それでは、今日はですね、ベルセルクの原作の三浦健太郎先生にこの作品に関してのインタビューをいろいろお伺いしようと思いますので、一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初の質問になりますが、はい、このベルセルクを先生が書かれる上で、このアイデアですか、まあ、コンセプトといいますか、この作品はどのようにして先生の中からこう生まれてきたのかっていう部分をお伺いできればと思うんですが、具体的にこういう作品を作ろうっていうところから生まれたわけじゃなくって、うん、大体大学生の頃に、はい、いろいろ好きなものを見てるうちに、だんだんとこんなものがやりたいなっていうのがこう浮かんできて、うんうん、でそれに合わせていろんなこう資料を漁ってみたり、うん、アイデアを考えてみたりって、要は粘土をこねくり回すみたいなことをやってるうちにできたもので、うん、具体的に絶対これっていうビジョンがあってそれに近づけたわけじゃないんですよ、うん、はい、お話自身の持ってるテーマが非常にこう、はい、ディープというか、ですね、インガリスとかいう言葉とか出てきますし、普段なんて言うんだろうな、漫画家をやってて日常生活を送ってますと、だいたい机に座りっぱなしで、はい、それであとは入ってくる情報っていうとほとんどテレビのニュースとかになってしまうわけなんですね、はい、一日中本当に日本の漫画家さんだいたいそういう生活を送ってるんですけど、はい、そうすると普段自分の中の要は社会的な問題意識とか、うん、そういうものってすごく大枠なものになりがちになっちゃうんですよ。普通に生活を送ってれば、うん、個人の悩み、自分の子供の学校の問題がどうのとか、はい、そういうことにこうなるんでしょうけど、うん、人間関係自体がすごく薄い上にニュースみたいなものばっかり聞いてると、うん、どちらかというとそういう大きなテーマとか、うん、そういうものばっかりがこう逆にこう仕事やりながら頭の中で回ってしまうから、なんかこう具体的ではないけれど、うん、そうですね、だから戦争のニュースを聞いたり、はい、日本でのなんか殺人のニュースとか聞いてると、うん、なんかこう大枠なことを考えちゃうんですよね。だからそうですね、宗教や虐殺のニュースとかずっとここ10年尽きないじゃないですか、うん、そういうのを聞いてるとやっぱりそれについて答えを出したいわけじゃないんですけど、うん、なんかこうこんなような感じなんじゃないかっていう、うんうん、そうですね、概要をなんとなく自分なりにくくってみようかな、なんか辻褄を合わせて考えてみようかなとかってやってるうちに、はい、それがなんかやってる作品に少しずつにじみ出すんだと思うんですよ、うん、だから多分僕にとっての時事ネタっていうのが、うん、前もなんインタビューの時に言ったんですけど、土族仏族の問題とか、はい、そういうのやってた頃にちょうどベルセルクの中では、うん、それからちょっとするとそういうのがこうなんか集団で、うん、民衆がこうなんていうかね、集団心理っぽいものが書いてみたいなとかっていうのは多分そういうのを見た影響で、うん、そういうふうに出てたりするんだと思うんですね。はい、最初の頃は始まって単行本の 4,5 巻頃までは、うん、まだ大学生の頃の、うん、自分の頭が残ってますんで、うん、友達の人間関係とか、うん、そういうのをそのまま引きずって出てたと思うんですよ。でそこからあとはどちらかというとそういう大きな括りのお話になっちゃいましたね。うん、ですか。それで今先生のからいただいた今お話今関係してくるんですけど、はい、実際この作品書かれる上でですね、はい、その影響を受けたものですね、何かございましたら、はい、お伺いできればと思うんですが、日本の小説でもよろしいんでしょうか。はいはい、一番影響を受けたのがグイーンサーガっていう栗本薫さん小説家ですね、はいはい、の作品のグイーンサーガシリーズっていうファンタジー小説があるんですけど、これはギネスブックにも載ってまして、はい、世界で一番個人が書いた小説のファンタジーの中では世界で一番長い小説なんですよ。
最初から構想100巻とかっていうので始められたんですけど、もうそれ超える勢いで、今80何巻かな、70何巻かなぐらいまでも出てますね。僕が中学生の頃、だから頃から始まって、僕が読み始めたのは高校の15か16ぐらいの時なんですけど、いまだに毎月出てますんで読んでますね。それが一番影響された小説で、あとはもう映画やら漫画やらいろいろですね。そうですか。それでまた具体的な話になりますが、はい、先生のコミックを読ませていただいていると、ヨーロッパの中世ですか、はい、北欧の方かなというふうに思うんですが、はい、あちらの方を舞台にした作品というふうに感じているんですけど、はい、実際なんか参考にされたようなその歴史的事件みたいなものは何かあるんでしょうか。はい、具体的な事件っていうのがあるわけじゃないんですけども、どちらかというとおとぎ話とか、ファンタジー映画ですね。はい、大学の頃にっていうか僕の中のファンタジーの世界観が出来上がったのは高校大学ぐらいの頃なんですけど、それはあのウィンサーガっていう小説と、はい、あと映画で言うならエクスカリバーとか、はい、コナン・ザ・グレートとか、ああいうのをいくつか見てるうちに、なんかこういろいろ混じってダークファンタジーな感じの世界観をこう練り上げたんですけども、だから影響されたのは歴史的事件ってわけじゃないですね。ただネタとして使うことはいくつかありました。何でしたっけ、ドラキュラの投稿作品とかは、はい、ドラキュラの、うん、歴史の方の本物のドラキュラのネタとかをそのまま、はい、ブラッド・テピッシュのお話とかをそのまま使えないかなと思ったりとか、あとコティングレイでしたっけ、妖精の、妖精の写真、少女が妖精の写真撮ったどのっていう、シャーロック・ホームズのコナン・ドイルが騙されたとかいうお話があったでしょう。いや、すいません、不勉強です、知らないんですけど、そんなお話があるんですけど、その辺のそのままお話を使ったわけじゃないんですけど、イメージが、はい、何巻でしたっけ、妖精のお話は15巻16巻あたりのお話は多分そんなようなのをネタにした記憶がありますね。はい、